はい、どうも、哲学徒です。今回は期間限定イベントの脅威と集結というね、新しいイベントの方来てますんで見ていきたいなと思います。こちらのイベントなんですけど、期間の方は7月の25日から、8月の11日までの、2週間になってて、イベント期間中に特定のダンジョンを素早く完了してランキング入りを目指そうと。最速タイムを叩き出すため、これらのダンジョンでは難易度をノーマルに変更することが推奨されるということで、ノーマルに変えてもいいっていう感じなんで、まあソロでノーマルに行くのがいいのかなという感じですかね。で、あ、そうですね、プレイヤーごとになってるので、基本ソロで行った方がいいのかなとは思うんですけども、報酬の方も結構ね、しっかりとしていてですね、脅威と集結の報酬みたいな感じで、毎日のその、ランキングによって、による違いっていうのもあって、まあ、1000位までね、ちゃんとこの、脅威と集結のトークンもらえるっていう感じなんで、まあ、1日、まあ、1回は最低やっておくといいのかなという感じですね。まあ、今日は、まあ、初日ということでね、まあ、今日のほころびの方が来てるんですけども、まあ、明日はまた忘れられしと、みたいな感じで、まあ、ダンジョンが変わっていって、まあ、最終的なトータルのスコアによって、まあ、100位までの間に入ると、この、アルカナニンバスっていうね、コスメティックですね。この下に出てくるコスメティックの方が、使えるというような感じになってて。結構そうですね、フレームももらえるのか、アバターフレームとかももらえるという感じになってるので、まあなのでね、上位ランキング目指してやってみると面白いかなという感じですね。まあ基本ソロで挑戦するみたいな感じなので、まあノーマルのね、一番下の難易度にして、まあ何分でクリアできるかやってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、まあ期間限定イベントですのでね、ぜひ期間内の方にやってみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。このチャンネルではディアブロイモータルの攻略解説動画などを投稿してますので、もしよろしければこの機会に高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。哲学徒でした。